漫才日本一決定戦 M1 グランプリ2017が3日に生放送され、トラサーモンが優勝し、13代目王者に決定した。4094組の頂点に立ち、優勝賞金1000万円を獲得した。2002年にコンビを結成し、今年は出場資格ギリギリの15年目。ラストチャンスで見事栄冠をつかんだ。トロフィーと賞金を受け取ると、 村田茂涼、38は、ほんと、ずっと辛い思いをしてきたので、売れないまま終わっていくのかと思っていたけど、本当にありがとうございます。と感慨深げ。相方の久保田はやす38は、ジーザス、ありがとう神よ。と両手を広げ、喜びを爆発させた。 ネットの反応トロサーモン M1 グランプリ優勝おめでとうございますトロサーモンが3組で一番好きだったけどさすがにないと思ってたトロサーモンのネタも思い出せないのだけどどんなんだっけトロサーモンが一番良かったと思ったけどミキも良かったんだよなベタには牛評価は予想してたけどトロサーモンが上回ってびっくりしつつ嬉しい。 な菌の使い方しねえだろうけど W トロサーモンのネタ全く印象に残ってないわ今年はレベルが高かったな最後は審査員の好みの魚トロサーモンは予想外やったトロサーモンおめでとうラストイヤーだったのねトロサーモンか自分の好みではないので何とも言えないでもおめでとう 和牛だと思ったのにトロサーモン。トロサーモンか、絶対和牛だと思ったけどな。トロサーモン面白かったかトロサーモン一千万泥棒かよ。マジなんマジこれマジトロサーモン以外は面白かったもんな。納得だよ。おめでとう。あのトロサーモンが M1 優勝なのか。えトロサーモン何でネタ。 思いい出せない正直この3組の中でトロサーモン以外の2組やろなぁと思っててんけどトロサーモンそこまでおもろかったか優勝したトロサーモンへのプレゼンター3人が和牛に投票したのが微妙だったなぁ去年も和牛の方が面白かったって意見が多かった「和牛ってこういう運命にあるのかな?」トロサーモンはずっと。 日の目を見れなかったから、素直におめでとうと言いたい。それほど、今回は、僅差がなかったしみきも、確実に来年は売れるな。面白すぎ